はい、というわけで、はい、終わりましたね。クワラメンフェスの方でライブをさせていただいて、はい、その映像は何かでもしかしたら流れてるかもしれませんが、私は本当にやめてほしいと本当に願っていますが、いいとこだけでは撮ります。ドビーのいいとこだけ、いいとこだけ。ミッドナイト TV、続々とね、来てますが、特急とリュウスケさんに、そう、せっかくなんで、はい、ちょっと俺とチャルさんがね、行ったことなくて、スルガ茨城でね、だいぶお世話になってるお店なので、果たして本当に美味しいのかって美味しいやろ、絶対うまい、うまい。まず1杯目、こちらはナビが注文した特急鳥そばです。ヒェーイ、なんか、なんだこれは。ありがとうございます。こんにちは、つけそばです。スタンダードね、つけそば、スタンダード、スタンダード、なるほど。ぜひ食べてみてください。セセルは朝からずっとラーメンフェスだったので、俺は今日鶏胸肉のみにしたので。あ、なるほどね。はい、いただきます。待って、何杯するって言ってる。でもまあ3だけどね、言っても。いや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 、じゃあ私も続いてみてください。お、いいですね。お、いいですか。これガッときたと爽やかな。よし、麺の方もいってみてください。麺がうまいからね。わあ、来た、めっちゃラーメン食いた。やばやっば、うまっ、麺うまっ。よかったよかった。うん、え、うまいよ、知ってる。ほんと？てかさ、え、こんなつけそばってある？他にあんまないかもしれない。確かに都内では食えないかも。そうだよ、ね、これ初めてね、初めて食う味だ。初めて食うかもしれない。めっちゃうまい。あー、やった、ありがとうございます。わ、ありがとうございます。あ、そうか、エビライスも頼んだ。あ、やった、ガンガン来るぞ。来たぜ。エビライスうまいから、たまに湯入ってません。うまい、なに、出た、ハート型に切る海苔。すごいね。めっちゃうまいぞ。めちゃくちゃうまい。いい感じ、よかった、マジで。セセルの下は合ってたわ。よかったよかった。合ってた、合ってた。これで 2% は信じる。2% だね。そう、全然言ってないから。そうそう。なんだろうね、初めて食うんだよ。ここでしか食えないよ。多分そうだと思うよ、マジで。麺が本当にうまい。麺うまいよね、やっぱね。水かスープ飲んで。スープだったら大丈夫？スープだったら大丈夫でしょ。俺もそう思うわ。怒られへん、じゃあ。あ、うまっ。うわ、すごいね。なだれ式で麺いくんちゃうの。いやいや、怖かったもん、なんか。うわっ、うまそう。何してん、何してん、飯としてんの。言うときで、後で編集のとき見て、顔めっちゃやばいからな。本当に顔やばい。今作ったから逆に和らいだけど、最初のやつめっちゃ顔やばかったから。そうだ、編集のとき見てんじゃん。うわ、怖っ。怖っ。あ、どう、うまっ。よかったよかった、ほんとに。でしょうね。ちょっといただいてね。いっちゃってくださいよ。みんなでラーメン食べることの大本です。なんかめっちゃうまいよ。ね、うまい。うま。どっちも結構唯一の意味ではある。うん。でしかもぶつからず、共存して、うま。そっちも行ってちょっと。まあ、多分まだ食ってないけど、絶対つけそばの方が好きだと思う。あれ。うまい。濃厚です。これはどっちがいいとかじゃなくて。あ、なるほどね。今回はちょっと優劣つけがたいと。うん、あれあれ、どんどんいってるやん。あれ。うまこれ、何これ。うまいやろ。よかったよかった。玉ねぎは、ね。玉ねぎだ。うん、あ、それだ。玉ねぎかもしれない。玉ねぎの辛みが最高。いや、うわ、後味がこう喋ってる間の。マジ。後味。こっちはうまいよ。いや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 、後味だったな。いやいや、後味だっていや、お客さんの方がさ。マジなの。やらしいわ、もう完全に。チーズ入ってます。鶏肉っていいよね。すごい、こんな食べ応えってさ、ヘルシーすごくない？確かに、うん、すごいいいと思う、本当に。すごいな、それはやっぱり。うわ、鶏肉ってうまいな、これ。いいね。よかったよ、みんなが喜んでくれて、本当に。日焼けしてる。ほんまや。超焼けたよね。マジで。午前中釣り行ってたやろ、絶対。何時間届いたの？もう12時間ぐらいいたんじゃない？マジ？それは嘘だ。まあまあ。10時間ぐらいはいた。マジか。偉いね。分かったね。でもたくさん人来てくれた。めちゃくちゃ来たよね、ほんとね。よかった。よかったよかった、ほんとに。ありがとうございましたもんね。はい、ごちそうさまでした。いやー、特急トリソバリュウスケ先生に行ってきたんですけども、うまかったですね。鶏感がすごく出てて、それでいって後味はあっさりといったまろやかなスープで、麺は自家製でパツンとした歯切れのいい食感がうまかったですね。チャーシューなどもクオリティが高くて、ブリンとした食感がすごくうまかったですね。また次は別のラーメンを食べたいと思います。編集でまで真似すなおい。それではするの、こちらフレーズ、特急トリソバリュウスケさん、鳥の超特急や。おお、はい、もう全部できたじゃん。ね、早っ。ノビーが撮ったら一瞬じゃん。
それエンディング15分ぐらいかかってるよ。めっちゃかかってるドツボにハマった時エグい時だからね。噛みまくってるやつ。あるから。いやよかった本当に喜んでいただいて。いやさすがよ。いやいやいや。他で食えないっていうのがすごいわ。確かに、ね。他で食えない味っていうのがすごい。確かに。ほんまオンリーワンな感じするよ。疲れてんなする。確かにそれか。頑張ったね。喋れないもんねなんか。ここラーメン食ってないしな。確かに。なるほど。炭水化物食わないとやっぱ体力がねパワーが出ないね。いやいや食うてんねん今日3杯食べてる人いるんだけど、ね、じゃあほんま何を言ってるのかよく分かれへんねんけど3杯食うてんねんパワーが出ないんだよほんまにふざけんなよ。お、ハマちゃんが出たということで、じゃあ明日も茨城のラーメン食べるぞ。